らっしゃいませ。どうぞご自由に。買わなくても大丈夫だから。テイワット観光ガイドのリーユエ編を探してるんだけど、ここにないか？ああ、その本はあまり人気ないから、結構前から置いてないよ。モンド編は面白かったのに、残念だ。その本の作者って変わってるからね。ガイドだけど、あまりガイドとして使えないんだよ。売れないどころか、その本のせいでお客さんから苦情が入る始末だし。モンド編は冒険譚として読んでて面白かったのに、残念だな。とにかくここにはないから諦めて。どうしても読みたいなら上級殿のところに行ってみるといいよ。上級殿って？警察層に住んでてね、様々な絶版本をコレクションとして集めてるんだよ。短気なところもあるけど、本の話になると結構話しやすいから安心して。彼がまだリーウェ校にいた頃、うちの常連さんでね、今でもたまに彼に本を送ったりするよ。今絶版本と言った？ではあの絶版した新小説劇録第6巻も彼のコレクションにあるかもしれないということ？これは失礼した。僕は行く秋、たまたま通りがかった読書家だ。僕も本を探してるんだ。せっかくだから一緒に警察さんに行って、その上級殿というものを訪ねようと思うが、どうかな？本を愛する同士だ。かしこまる必要はない。ここにテイワット観光ガイドのリーユエ編がないか聞いてみよう。あの本いろいろと面白いからな。新小説劇録の6巻をずっと探してるんだ。本当に手に入るのならどんな苦労も惜しまない。